ヒカゲスゲは、単子葉植物、カヤツリりサかスげ属の植物の一つ。比較的乾燥した山野に生育する。中型のスゲで、山林には普通に見られる。大きな株立ちになり、捕復系は出さない。冬は大部分の葉が枯れる。春の早くに葉と共に花水が出る。葉は、幅が1.5から2ミリメートルと細くてやや硬い。成長すると葉の長さは三十センチメートルを超えて、 立ち気味に出て柔らかな曲線を描いて先端が垂れる。株の根元では、鞘が褐色の繊維に分解したものが密集している。花は春早くに出て、葉よりも上に伸び上がる。開花時には葉より高く伸びて立ち上がるが、果実の頃には葉も伸びて、その間に埋まる。穂の先端にはオスコボがつく。オスコボは、細い棒状で、輪ペンは褐色。ガワコボは、姿勢で、 感覚を開けて数個が並ぶ。メスコボの基部には軸があるが、主軸から離れず立ち上がる。ツとは鞘があり、先端の養生部はほとんどない。メスコボは数個の雌花がやや間を空けてついた、細長いもの。輪ペンは褐色。下方は熟すると通らん系。ただし基部は幅広くなっている。先端は全くくちばし状に尖らない。表面に細かい毛がある。 果実は東卵型で断面は三角。規部は素直に狭まる。これはつまり、下方の規部が肉厚になっている、ということである。北東アジア一帯に分布する。北海道から九州まで、及び伊豆諸島などに分布。名前は、日陰菅で、木陰に生えるとの名であろう。実際には開けたところには、見かけることが少ないが、森林園の日向に近いところに、多く、 むしろ森の中では見かけない。岩場にも多く、やや乾燥したところが、好みのようである。非常によく似た種として、古くから知られた種に細葉日陰ゲ,ゲオいがある。同種内の亜種内し変種とされたこともある。葉の幅が、さらに細くて0.5から1.5ミ、mm、リメートルであること、それに下水が、はるかに短い点が特徴で、日陰ゲ,ゲの花が葉の上に伸び上がって、 咲くのに対して、細葉日陰すげの場合、新しい葉の陰に花が出る。それ以外の特徴はよく似ている。分布もほぼ同じである。この種そのものはヨーロッパまで分布するものである。2000年頃より、さらに種内変異と思われていたものから種として、独立させるべきものがあると考えられるようになり、検討が進行中のようである。頂ただが優勢。 側こぼボガシセイ、ストに鞘があり、輪片が、褐色に色づき、下方に毛があるといった特徴を持つものをまとめて、ヒカゲスゲブシとし、あるいはヒメスゲブシやヒナスゲブシもこれと合わせる考えも、ある。日本では、蒸気の2種以外はごく限られた地域でのみ、発見されている。いかに代表的なものを挙げる。スゲゾカレックス。ありがとうございます。